午後のリサイタル。今日は小山清さんのファゴット独奏でサンサーンス、タンスマン、ジュティーユの作品を聴いていただきましょう。小山清さんは武蔵野音楽大学を卒業後、パリ国立音楽院に留学。ファゴットを有名なファゴット奏者モーリス・アラール、室内楽をオーボエのピエール・ピエルロ両氏に指示されました。そして音楽院を優秀な成績で卒業後、1973年から5年間クラウディオ・シモーネの指揮するベネチア室内合奏団でソリストとして活躍、高い評価を受けました。さらに1978年からは、今度はハノーバーでドイツ式のファゴットをクラウス・トゥーネマンについて勉強し、西ドイツやスイスを中心に演奏活動を続けました。現在は日本フィルハーモニー交響楽団のメンバーとして、また独奏や室内楽でも幅広く活躍されております。なお今日はすべてフランス式の楽器で演奏していただきます。では小山清さんのファゴット、田近博さんのピアノで、最初の曲はサンサーンスのファゴットソナタ都庁長作品168です。Thank you.
Thank you.
サンサン作曲ファゴットソナタ東朝朝作品168でした。小山清さんのファゴット、田近博さんのピアノ、続いてタンスマン作曲ファゴットのための組曲です。アレクサンドル・タンスマンは1897年ポーランドに生まれた音楽家で、第一次大戦後パリに向かい、以後フランスを本拠に活躍してきました。彼の作品は交響曲や協奏曲、オペラ、バレエ、映画音楽と多方面にわたり、特にセゴビアのために書いたギターの作品はよく知られています。ではファゴットのための組曲、これは序奏とアレグロ、サラバンド、スケルツォ、この3つの部分からできています。
タンスマン作曲、ファゴットのための組曲でした。小山清さんのファゴット、田近博さんのピアノ、おしまいは、デュティユーの1942年の作品、サラバンドとコルテージュ、行列を聴いていただきましょう。
ジュティユー作曲サラバンドとコルテージュ。ファゴットは小山清さん。ピアノは田近博さんでした。午後のリサイタルを終わります。